こんにちは。こんにちは。田辺陽平さん。はい。ダイヤモンド達成されました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ陽平がですね、はい、アメビジネスと出会ったのは、はい、いくつの時？ですね、24歳で25歳になる時なんですけども、会社の先輩がいて、はい、まあ毎日赤いワイシャツ、赤いカバンで出社してくるんですけども、うん、まあ、この人変だなって思ったおじさんから突如、はい、アメが伝わってきました。赤いおじさんがやってきた。赤いおじさんが鼻も赤いんですけどね。それはどういう感じの印象だったの？いや、まあ朝机に座ると溜まったよパコみたいに、うん、トリプル X を開けて、うん、粒を食うと、うん、匂いがすごくて、うん、臭いなって思ってるおじさんで、で昼になると白い粉出してきて机の前でドサーってやって、某大手通信企業だったんで、まあ、珍しかったんですよね、そういう変なおじさんが、真面目な人がすごく多い会社だったんで、はいはいはい、でまあ気になってたんですよね、うん、他の人は全然ヒットしてなかったんですけど、うん、僕は気になっていて、うん、である時ボクシング見に来いよって言われて、で行ったら俺の勇姿見とけって言われながらボコボコにされてる姿を見て、変なおじさんだなってこう思ってたんですよね、うん、で飲み屋に来た時に一緒に飲んだ時に、うん、お前の夢は何だみたいな言われて、うん、いやもう自由に生きることですって言われたところから、じゃあ一度ビジネス聞いた方がいいんじゃないっていう形でアメが来ました。そうなの、はい、そういう形で例えば自分のところにやってきて、まあ、聞いて、はい、すぐ分かっちゃった。ですね、全く刺さらなかったですね。おお、はい、製品でデモ見ても絶対手品だと思ってました。あ、うまいことやるなでみんな盛り上げてたので全員桜だな、僕を騙すためにと思ってました。おお、なんだよこいつらと。はい、じゃあもしそれ赤いおじさんから見たら、ダメだな、田辺君には伝わらなかったなってこう思ったんじゃないかな。あ、間違いなくそうだと思うんですよ。なるほど、はい、それがなぜこうやって頑張るという軌道になっていくわけ？はい、いやこれも不思議なんですけど、うん、まあプランも聞いて、うん、プランは大学時代にマーケティングの勉強してたんで知ってたんですよ、うん、大学でアメのことを勉強した。はい、ワントゥワンマーケティングっていう形で勉強してるの、ああネズミ講じゃなくて、うん、ワントゥワンマーケティングなんだっていうのは分かったんですけど、うん、来ている人たちが、うん、こうんって感じだったんですよね。もともと学生時代からインターンシップで企業に入って、はい、まあ、社長さんとかとすごく合ってたので、うん、それと比べるとなんか、うん、なんか事業と言いながら違和感を感じてたんですよね。なるほどね。でまあその中で、いいビジネスだけど自分は関係ないなと思ってたんですよね、うんうん、で、あるとそれはまあじゃあもうお断りして帰ろうと思った時に、うん、最後、小川俊一さんっていう、アムエで、収入を取っててすごい素敵なライフスタイルをしている人がいるからって言われて、うん、あ、じゃあ会ってみようかなって思って顔を見て握手した瞬間にやろうと思ったんですよ。なるほど、なるほど。そこであれって気づいたってことですか？気づいたんですよ。それがなんで気づいたかというと、良かったのは社長とたくさん会ってたっていうのが良かったと思うんですよ。社長さんってどっちかっていうと、なんかこう、ここの映像で言ってるか分かんないですけど、ちょっと黒いものをこう持ってるっていうのを感じるタイプだったんですよ。なんか魅力的だしかっこいいんだけど、うん？みたいなのがあったんですよ、はい、で、はい、小川俊一会った瞬間に匠さんみたいな形で感じで、子供っぽい心を持ってて、うわーこんな人なのに年収2000万超えてんのって思ったんですよ。なるほど、なるほど。そこになんでって思っちゃったんですよね。なるほど。いや、人が見えるタイプなんだね、はい、うん、でだからこそ人でちょっとダメかな、違うかなと思ってたのがこの人に会ってこれだって決めれたってことだよね。そうですね、はい、はいはいはい、なんか細胞レベルで感じた感じでした。あら、そこからガーッと走り出したってこと？じゃあそうですね、うん、ビジネス頑張ったんですけど、うん、2年半ぐらいパーセンテージ、うん、うまくいかなかったんだ。全くいかなかったですね。今分析するとなんでだと思う？いやー、もう間違いなく人の目を気にしてたって感じですかね。なんかこう細胞があるとしたら、その細胞にこうべっとりなんか脂肪がついてる感じで、なんか頭でやってた感じしましたね。なんかうまく伝えよう。うん、それ何を改良したらうまくいくようになったの？
ですね、ある時期1年半ぐらい経った時に10人ぐらいチームができてたんですけど、全員から俺やめるわって言われたんですよ、うん、あの俺ら全員雨やめるからって、うんうん、みたいな、うん、なんでって聞いたら、いやお前と一緒にやってても成功しないと思うんだよねって言われたんですよ、うん、でチームが全部飛んで、うん、なんか初めてこう自分は本当にどうしたいんだろうって考えたんですよ、うん、でそこからなんか人の目気にして人に伝わるような感じで伝えていると、うん、結果的に人にも伝わってないというのに気づき、うん、そこからもうなんか、まあ、自分らしく伝えていこうと思ったところから、うん、不思議と今のエメラルド系列が現れてきたんですよね。みんないなくなっちゃったんだね、はい、名場面だね、はい、泣きました。あ、うん、その主軸になってる人の家にもう悔しかったんで、うん、あのこう本の付箋書いて、あの本当に今までありがとう、あの俺は一人でもやって絶対成功してまた迎えに来るからって言って、うん、彼ん家に行ってポストにガンって入れて、うん、帰ってくる時に雨が降るんですよ、うん、で雨降って泣いてましたね、うん、絶対成功してやるってことですね。でもさ、それが今につながってるんだね。そこから始まったとも呼べるよね、はい、じゃあそこから走り出した、はい、そしてそれで走っていくんですけど、うん、またなんかこう起こるんですよ、うん、それが起こったのは、うん、アメと違った同じようなビジネスの人が誘われた時に、うんうん、あのまた気づくんですけど、うん、なんかガンってなって気づくタイプなんだと思うんですけど、うん、こう落ち込んで、うん、あ、すみません、会って説明聞いたんですよ、プラン、うん、雨より儲かるよみたいな話を聞いたら、うーん、みたいな。で、製品の話されても、ああ、やっぱり雨の方がいいよねってこう思って聞き流してたんですよ、うん、で、最後に、これがやられちゃったんですけど、うちらの仲間はねって言ってたのさ、出されたんですよ、うん、こう、バンと、うちらの仲間はこんなに楽しくて、こんなに良くてっていうのをこう、うん、話された時に、うん、よぎっちゃって、うん、そのあここのチームに入ったら、うん、もしかしたら自分は大きいグループ作れるのかな、うん、なんかここに行ったら楽しく雨できるのか、ビジネスできるのかなってこう思った時に、うん、グラッて揺れたんですよ、うん、でこう、うん、あでもちょっと今日は帰りますみたいな感じでこう帰ってた時に、うん、また泣いて、うん、でこれ何に泣いたかっていうと、うん、そんなに自分の信念っていうのは弱いんだっていうのに初めて聞いた時に、またそこで一歩決断が入って絶対日本一のチーム作ってやろうって、うん、そこから本気の仲間を集め始めたんですよ、うん、もう本気でぶつかっていこうと思いましたね、うんうん、でもそうやってさ一歩一歩本物になっていくんだね、はい、あなんか俺は遠くで洋平見ててシューって成功したように見えるわけあらあんなに爽やかに簡単に成功する人いるんだみたいなね、はい、違うんだね。そうですね、一人の時期が長かったですね。あそこには物語があるんだね、はい、でもさ、さてこれで見抜けるかな、さてここを通れるかなって試されるね、はい、ね、試されました。なんかダイヤモンドディーリーになった時にとてもその成功してる人がいるんだけど会ってくれないかって言われると、そんな成功してる人に会ったら俺が偽物だとバレちゃうよと、俺はノーリスクで成功してるんだよとその人たちはリスクを背負って成功してるんでしょと、それは俺なんかもう簡単にもうハウス育ちだからと思ってたわけでも会うと意気投合するわけ、あ俺はノーリスクだけど守られた中でちゃんと経験積ませてもらったんだなってなんか安心したことがあるよね。でも今の聞いてるとちゃんと経験してきてるね、はい、うん、ちゃんと経験してました、うん、なるほどね。それは良かったなと思います、うん、そうやって気づき、そして次の扉を開けた向こうには何があったの？やっぱり出会いですかね。出会い、やっぱりこう今全員フロントなんですよ、はあはあはあ、DD になってる、はあ、仲間が、仲間が直接伝えた仲間が成功してる、はいはい、全員、
人にも抜けることなくなってるんですけども、なんかやっぱり彼らとは本音で話せるというか、なんか自分らしい子たちが集まってきてるなっていう、なんかそこと話すとやっぱ面白いというか、で一人一人キャラが違う、っていう人と出会えたり、まあもうたくさんありますよね、もう話すと本当にたくさんあるんですけど。簡単に SP っていうのはじゃあそこから行ってるわけ？ですね、そうですね、あのそこから2人の出会いがあって、1人目は会社の同僚、後輩ですね、後輩、2人目が高校時代の同級生、でもこの出会いも不思議な出会いなんですよね、あの、まあ、ゲーム感覚のロールプレイングでいうと、この扉開かないんだけど他の何かを解決するとこの扉開くみたいな感じな感じで現れてた、現れてきた子たちで、1人目の1系列目の男の子は、僕が金融事業部っていうところで笑ってたんですけど、で金融事業部で笑ってる人誰もいないんですよ、だけどセミナーで笑えっていうセミナーがあって、あ、じゃあこれ笑ってみようと、でガーって笑ってたんですよ、そしたらお前ふざけるなって言われたんですけど、まあ一応笑ってみました、そしたら後輩のその子がなんであの人こんなつまんない事業部で笑ってんだろうと思ったみたいで、エレベーター前で声かけられて、そこからスタートしてます、ね、ああ、その笑顔というか笑い声が引き寄せた出会いなんですね。そうですね、そうです、そうです、笑った方がいいですねそうですね、はい、それが一つ目ですね、で二つ目は、これはあの悩んだ時に、今もそうなんですけど、なんか立ち止まったなと思った時にいつもやるのは、なんかアドバイスをもらったことをそのままやろうっていう、イエスマンになろうっていう時期を作ろうと思ってるんですよ、ただ毎回イエスだとなんか死にそうじゃないですか、ある時期だけ変わろうと思った1週間をイエスマンになろうっていう時期を決めて、自分の尊敬する人たちに電話かけて、今こんな状況なんですけどどんなことをチャレンジしたらいいですかっていうことをやったんですよ、でその時に、僕一番こう身近で尊敬してる人が小川俊一さんだったんで、小川さんに電話をかけたら、田辺は真面目だよねって言われたんですよ、で、不真面目なのにと思ってたんですよ、自分の中では、今思えば自分は真面目だったなというよりは、こういうものは僕は嫌いだからやらないってタイプだったんですよ、スノボーは行かない、クラブは行かないみたいな、食わず嫌いみたいな、だから田辺は真面目だからいろいろ自分が苦手なことをチャレンジした方がいいよって言われたんですよ、でそこでやったことは、と思って、分かんないんだけどやってみようと思って変わりたかったんで、なんか書き出してみたんですよ、まあ、スノボーに行くとか、なんでさっき匠さんもお話しされてましたけど、寒いところ行って滑って何が楽しいのって思うタイプですし、クラブ行っても踊って何が楽しいのって思うタイプなんですよ、だから全部やってみたんですよ、ただその時に気づいたのが、一人スノボーに行って借りてリフト登って山降りるときに頭にこういうことが浮かんだんですよ、これ滑ってどうなんなら、何これ滑ったらグループできんのって思ったんですよね、でクラブ行ったときに踊ってグループできるのって思ったんですよ、でその時に今その時は気づかなかったんですけど、後から振り返るとそこが結果的に自分を作ってたんですよね、やってどうなんのと思う、なんか自分が変わろうとしない何かを守りながら雨を頑張ってたという、変わりたいのに変わりたくない頭がよぎるんですよ、なんかこう、あ、やってどうなんだろうみたいな、でまあそんな感じでいろいろやりながら、最後が嫌なことリスト、最後が高校時代の一番大好きだった女の子に振られたんですけども、その子に電話をかけるっていうのが出てきて、それを電話かけて、あ、気持ち悪いじゃないですか、気持ち悪いですね、で、あ、いいよって言って飲むってことになって、新宿で居酒屋の雑居ビルの前で、はぁと思ったんですよ、だって結局やらないし、あいつはってやらないのにこんな飲み会に行ってどうなんだよと思ってたんですよ、いちいち、でまあいいやと思って行ったら、ガラッと開けたら元彼女がいたんですけど、プラスアルファ僕の高校時代の同級生の富樫君っていう子が後ろの席だったんですけど、彼もいたんですよ、なんでいるのって聞いたら、いや、なんで田辺来たのって言われたんですよ、その彼女と飲もうと思ってって言ったら、富樫も、いや、俺も彼女に振られて誰でもいいから飲みたいと思ってたところ、ゴミちゃんとつながったんだけど、なんでお前いるのみたいな、
そしたらその彼女が、いや面倒くさかったからまとめちゃったんだよねみたいな、うん、なんて女だろうと思ったんですけど、うん、結果的にその飲み会がきっかけで彼がやってるんですよ。なるほどね。だからチャンスはやっぱり自分の思ってる外側にあるんだなって。いや僕もさ、そのいろんな人にさ、こうやったらうまくいくよとか、ああやったらうまくいくよってアドバイスしてるけど、はい、俺もあの人にアドバイスしてる通りやってんだけど、うまくいかないんだよね。振り返るとそういうラックがいっぱいあるわけ。でそれラックが起きる確率の少しでも高いことを人には伝えてんだけど、はい、まるでそれを聞いた人はそうやってやるとうまくいくと思うわけ、はい、いかないんだよね。だけど振り返るとラックの数がもう飛躍的に多くなってるわけ、はい、で今のだってさ、昔に振られた子に電話すると漏れなく誰かがついてくるって、ついてこないついてこない。だけどそんなことすらやったから、何、神様がギフトをくれたみたいなところはあるのかなって思う。僕全員そうなんですよ。あの今回系、あ前回系ですね、一緒にダイヤモンド DD になった宮門も、うんうん、田辺新社買ったらって小川さんから言われたんですよ、うん、でもその小川さんのアドバイスは2年前は田辺は中古が似合うってアドバイスだったんですよ、うんうんうん、と思って、で小川さん聞いたんですね、あの小川さんちょっと聞いていいですか、新車を買うこととそのアメのビジネスが伸びることなんか関係するんですかって聞いたんですよ、うん、その時当時80名ぐらいのグループで行き詰まってたところで、うん、何か入れなきゃ変わらなきゃと思うんですけど、うん、アドバイスがなくて、うん、でそれで小川さんに新車だって言われて、うん、なんか関係するんですかねって小川さんに聞いたら、小川さんが笑いながらそれだなって言ったんですよ、うん、でそれって何ですかって言ったら、その小さなお前の考え方が小さなグループにぴったりだって言ったんですよ。で僕は電話、あ、分かりましたって言って切った後に、うん、100回ぐらい殺そうと思いました。どれだけ上から目線やねんと思って、ただ1時間ぐらいこう感情的になったんですけど、1時間経った時に、うん、いやでもなんかあるかもなと思ったんですよ、うん、だけどお金がない、うん、新車を買う、うん、どうしようどうしようと思ってた時に、不思議といつもは目がいかなかった看板が目がついたんですよ、うん、それが、二子玉川の方から、渋谷の方に向かう246沿いに、うん、左斜め前に新車半額って書いてあると思って、うわぁ、買えるんだなと思って入ったんですよ、うん、そしてトコ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 って言って扉でガチャッと開けて、すいませんちょっと新車半額で買えるって書いてあるんですけど、うん、どうしたらいいんですかって聞いたら、出てきたのが今一緒に同時でダイヤモンド達成した宮門だったんですよ。なるほど。だから何、人生とはこう目標を持って向かっていこうとするとき、迷い道した、その迷い道をして人生と呼ぶという言葉がどこかでよく言うんだけどまさしくそれだよね。はい、もう なんかちょっと軌道からずれたそこにサムスイングがあるみたいな感じだよね、はい、で同時ダイヤ、はい、同時ダイヤで達成月も一緒なんですよ、カウント月も一緒で、だから不思議だなって思います。今こうやって成功した自分が、あの走り出そうとしてる自分とばったり出会ったら、なんてアドバイスする？いやともかくチャレンジしようみたいな、全部やろうって感じですかね。自分全部やろう、なんか人生変わっていかない人って、うん、なんか自分がこうこれがいいなと思うものだけ抽出して撮ってるように見えるんですよね、うん、なんか丸ごとやってみたらいいのにって思うんですけど、うん、まあ、その選択の結果が今だもんね、はい、それが続ける限り今が続くわな、はい、ってことは新しいものを加えた時に何か新しい自分との出会いがあるってこと、うん、そこで出会いがすごく多かったタイプなんですよね、うん、なるほど。なんか私って煮詰まってるなっていう人は、いつもと開けない扉を開けた時にまたいつもとは違う未来が待ってるってことなのかな。はい、そうですね。余裕が求める、人生で求めるものは何？ああ、いやでもいつまでも細胞レベルでいきたいなと思ってるんですよね、うん、あの心が思うままにいきたいっていうのがやっぱりあって、うんうんうん、
今回ダイヤモンド DD を絶対やるって決めた理由も純粋な気持ちなんですよ、すごく、うん、純粋っていうのは綺麗なとかいい子なじゃなく心からなりたいと思うエネルギーがあったんですよね、うん、なんかこう僕山崎たくみさんの DVD をずっともう本当にパーセンテージがずっと見ていて、ビデオの時代から見ていて、昔のこうすごいビデオの時代から見てて、ずっと見ながらいつも砂漠みたいになって朝こう起きる、それで会社行くっていうのをずっと繰り返した時に、たくみさんがどうしてそこまでエネルギーがあったんだろうって見た時に、僕の中では妄想日記って言葉がすごいたくみさんの中でエネルギーになってるんだろうなと思ったんですよ。これ例えばキタコンさんとかだとダイヤモンド DD になってからもう一回クランバサダー目指す時に全てのセミナーに全部前座って受けてたって言ってたんですよね、うん、で伊藤みどりさんはクランバサダーは左側にもしならなかった自分、右側になった自分を変えてこんなの絶対やって言いながら私こっちってこうやってたんですよ、うん、多分キタコンさんはなんか I love me な方なんで、うん、こいつに負けたくないっていうなんかこうエネルギーで、たくみさんはなんかこう妄想日記を書いてグワッて広がってエネルギーだったんですよ。で僕はどうかっていうと、どっちかっていうとネガティブなエネルギーが強いんですよ、うん、こういう人生には絶対なりたくないっていうのが強いんですよ、うん、それが気づいたのが SP から SP2 行く時で、うん、SP になったんですけど状況が整わないんですよ SP2 まで、うん、SP の方が状況があった感じで、うん、で SP2 行こうと思うんですけど、いや状況整わないなって思った時に、いやどうしようと思った時に、僕の中でこういう人間にはなりたくないっていうのがあるんですよ。それは何かっていうと、うん、SP やったんだけど、うん、1年後も SP ですって出るのがかっこ悪いね、絶対嫌だなと思ったんですよ、うんうんうん、絶対それだけはダメだと思った瞬間に、うんうん、もう2ヶ月後に SP2 はなっとこうと思って、まあ、結果的に試行錯誤して SP2 になったんですけど、うん、なるほどと思って、うん、自分の中のエネルギーはこういうのは嫌だっていうのがあるんですよ、うん、今回で言うと、うん、アップラインの小川俊一、うん、ファンダーズダイヤ、うん、宮門勇気がダイヤ、うん、でもし僕がエメラルドだったとしたら、うんうん、多分こんな感じかなみたいな、うん、なんかああ田辺さんああどうあっていう、なんかこうみんなが気を使っちゃう、気を使うのが嫌だなっていうエネルギーが結構やる理由の根底にあったの。もちろんみんなと成功したいのももちろんあるんですけど、うん、そうね、はい、その夢ない人って自分の嫌なことの反対側に夢があったりするもんね、はい、なのでなんか嫌なことを見つける能力が高い人はそれの反対側に大好きなことがきっとあるんだろうね、はい、人とチャンスが出会うとき、はい、うん、そこには何が生まれると思う？人とチャンスが出会うとき、うん、ワクワクですかね、うんうん、なんか今でも今一番楽しいのはざわつく時なんですよ、うん、なんかこうざわわざわわする時に、うん、なんかこうテンション上がりますね、未来が変わるよが、はい、なんかあ、なんかざわつくってあるじゃないですか、不安になる、あるクランバサだから田辺は2年でクランバサだなって言われたんですよ、もうなんか心がざわわざわわするんですよっていう、ですよねみたいな、うん、でもその瞬間行ける自分と戻りたい自分が葛藤してる自分がなんかいて、あ、ここなんだな、ここなんだなって思いながら、そのクランバサダーのすごい方が3回同じこと言ったんですよ毎月そのうちに、あ、なんか行けるかもと思った瞬間にダイヤ見えたんですよね、うん、なんか知んないんですけど、受け入れ始めたのか、なんかわかんないですけど、なんか、あ、ダイヤ簡単じゃんって思い始めたんですよ、うんうん、今まであんなにダイヤ遠いと思ってたのに、うん、3回クランバサダー2年でいけるよって言った瞬間に、まあ、ダイヤでいける。